皆さんこんにちは、ジャックです。洋楽で学ぶ英会話シリーズ、今日は、マイケル・ジャクソンのスリラーを取り上げてみたいと思います。スリラーで、こういう綴りを書くんですが、スリラーって言っても多分通じないんじゃないかなというふうに感じました。で、向こうの方、要するに、このマイケルの曲中でもそうですけども、向こうの方はスリラーというような言い方をしています。トリラーなので、だいぶ雰囲気が違うんじゃないかなと思っています。で、真似するコツをちょっとご紹介していきますね。で、まずこの TH、ドリームシアターもそうですけども、日本語的に言うと背に近い言い方の方が似てくると思います。で、歯の間にベルを挟んでなんですけども、スリラーではなくセから始まる方が雰囲気が出やすいです。で、そしてこの R は日本語のリではなくて、ちゃんとウを入れてからウーっていう口を作って、ベロをどこにもつけずにリッチカッツェンと一緒です。リなんですけども、この I、 これも何度も出てきてますが、実はエに言った方が近い。なんでセレセレで始まるんです。セレ L は日本語のラ行で OK なので、ここは、レでいいんですけども、最後のこの ER、 これ、ちょっとくぐもったような R の音です。ポール・ギルバート、ミスター、ドリンシアラー、ドリームシアターがかなりなんか近いんです。最初という方がありは一緒ですもんね。なのでこの ER は、おさらいしますと、うーって作った後でロ、うーってベロをどこにもつけてローって言った時のベロの形でアーという言い方でした。なのでセレラー、レじゃないのか、これ ラですね。セレラ、セレ言いにくい、ちょっとごちゃごちゃになってしまいましたね。ゆっくり言うと TH はセで始まって、ちゃんと R をウーって言ってから言って、 I は実は A に近くって、L はラで曇った R なんで、セレラ、セレラ。このスリラーの曲の最後に、すごくこうおどろおどろしい男の人の声で、ちょっと語りが入る部分がエンディングのところにあると思うんですけども、一番最後にゆっくりセレラーって言ってるところが、真似するには一番練習になると思います。今の雰囲気でやると結構似てくるんじゃないかなと思って、います。参考になったら嬉しいです。それではまた。